ショッキング。久保建英、実はスペイン人だったらスペイン代表入りしていた。こんにちは、皆さん。久保建英選手についてお話ししましょう。彼は現在レアル・マドリードの一員として活躍している若手サッカー選手です。多くの人々が彼の才能と将来性に注目しており、日本代表チームでの活躍も期待されています。しかし、もし久保建英選手がスペイン人だったら、彼はスペイン代表チームに選ばれていた可能性が高いと言われています。なぜならスペインのサッカー界では技術と戦術に優れた選手が重視される傾向があり、久保選手のプレースタイルはまさにスペイン代表チームの戦術にマッチしているからです。実際に久保選手はスペインリーグでのプレー経験もあり、その活躍がスペインのメディアでも注目されています。スペインでの試合での活躍や技術力の高さが評価され、彼がスペイン人であれば代表入りが確実だったのではないかと言われています。もちろん久保選手が現在日本代表チームに所属していることについては間違いありません。彼は日本代表チームでも重要な存在であり、若手ながらも多くの実績を残しています。将来的には日本代表チームの中心として活躍することが期待されています。ただし、もし久保選手がスペイン人であれば、彼の国籍によってプレーする代表チームが変わっていた可能性があります。その事実については驚きではありますが、久保選手のこれからの活躍に期待しましょう。以上、久保建英選手に関する情報をお伝えしました。彼の才能には目を離せませんね。将来どの代表チームで活躍するのか、ますます注目が集まっていることでしょう。ご意見や感想がありましたら、コメント欄にお書きください。それでは、次回の記事でお会いしましょう。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。